Hey guys, Pao, no be has gift for you. 主食は龍角散、副菜も龍角散と。ああ声出るな。今回はね、多分コロナなんだけど、コロナのね、抗原検査キットを、しっかりと、注文したので、ちょっとね、検査キットで、まあね、雪ドラちゃんはね、本当にコロナなのか、それともコロナじゃないのかっていうのは、しつかりとね、検査していきたいと思いますと。もしね、これでね、私がコロナだった場合はね、あのね、今週末に控えてるね、9月18日のユニバーサルスタジオジャパンにね、スキピと行くデートがなくなります。これマジでまずい。だからね、個人的にはね、コロナじゃない気もするんで、一応ね、確かめ散らかして、で、まあコロナじゃなかったらスキピとデート行けると。で、もしコロナだったらスキピとデートに行けないと。そういう感じとなっております。で、ちなみにね、熱がね、めちゃめちゃあんの。結構ガチめにあってて、ちょっとみんなに見てほしい。やば、高熱すぎる、マジで。36度4分です。めちゃめちゃ元気ー！そうなんだよね。コロナの割には俺めちゃめちゃ体温高くなくて、まあね、初日とかはね、38度5分ぐらいあったんだけど、次の日になったら、なんかもう平熱まで戻っちゃってて、でね、一番やばいのが、喉痛いんだよね。喉痛いせいで、何も食えない。マジ何も食えないんだよね、本当に。だからちょっとアロエヨーグルト買ってきたんで、アロエヨーグルト食べようかなと思って。買ってきたっていうか、ちなみに買ってもらったらね。あ、これはちょっとね、語弊しちゃうとね、大間違いになっちゃうんで。チョモランマ。あ、めっちゃうまい。味覚しっかりあるんだよね。なんかね、味覚倍増したっていうぐらい、味覚がめちゃめちゃはっきりとあって、普段のね、食事が2倍うまく感じる。うん。うますぎる。結構ガチでうまい。うん。うますぎる。でね、固形物食べれないんで、普通にシャインマスカット買ってきました。固形物はね、マジでね、喉痛すぎて食えないんですよね、シンプルに。とりあえず、シャインマスカット大福いただきまーす。なぁ！うん。シンプルに美味しい。とりあえずね、コロナの検査キットの、やり方をね、もらったんで、これしっかり見ながら、まずはね、やり方を熟知していきたいと思いますと。ぐる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 コサミンして、めちゃくちゃしっぱり散らかすと。シェイク、プロテイン並みにシェイクする。で、シェイキングして1分待つ。だる！ヘイザラヘイ、チキンポン、マタチチャラチャチチャ、弱なシェイカシェイカ。これで、15分後に目視で結果、あ、30分以降の結果は無効になると。わあ、なるほどね。じゃあ15分とりあえず待っていこう。15分ってね、だいたいスプラトゥーンの試合3試合分だから、とりあえず3試合分ぐらい行ってみるか。はい、ということで皆さん、結果が出ましたよと。はい。まあね、雪ドラちゃん、ここでコロナウイルスが陽性だった場合は、まあね、まあさっきも言ったと思うんだけど、今週末でね、9月18日 USJ デートがなくなっちゃうわけですよ、雪ドラちゃんの超大切にしてたね。でね、本当に大事だったんで、本当にコロナの結果次第でデートがキャンセルする可能性になってたんですけど、見てください。とりあえずこれが結果のあれですね。陽性だった場合、線が2本、陰性だった場合は C のところに1本で、無効だった場合はこんな感じになりますよって感じで、まあ雪ドラちゃんはね、これ C の上に線1本あればユニバーサルデート確定なわけですよ。2本あったらキャンセルなわけですよ。さあ、運命の結果はいかに。ブルーテンプルー、まさかの陰性。あれ、終わりでーす。全然終わりじゃないね。 C の上に線があるから、これ私陰性ですね。普通にコロナウイルスじゃなくて、ただの風邪ですね、これ。はい、ありがとうございます。ということで、今週末にあるね、USJ でデート楽しんでいきたいと思います。ヒリアのみんな、どうまー。最後まで見てくれてありがとう、マドモアゼル。Twitter、Instagram もフォローよろしくな。
最後に言いたいことがあるんだ。聞いてくれ。君の瞳に。Hey guys!